ドリームス1号艇は深川慎二選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、今回手にしました74号機のモーターなんですが、全件試運転を終えて手応え、印象はいかがでしょうか？そうですね、全件 B は合格だと思います。はい。プロペラに関しての印象はどうでしょうか？そうですね、まだちょっとしか乗ってないんでよくわからないんですけど、まあ、もう少し叩き替えようかなとは思ってます。はい。スタートなんですが、現段階での時計との呼吸はいかがでしょう？いや、ちょっと早すぎますね。はい、もう少し合わせます。はい。桐生の水面相性はいかがでしょうか？そうですね、あんまり来ないんでよくわからないんですけど、まあ、嫌いではないと思います。はい。では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい。最後まで一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。2号艇は森高一馬選手です。よろしくお願いいたします。はい。今回手にした57号機のモーターなんですが、切れ気はまだ浅いんですが、数字そんなにありませんが、第一印象いかがでしたでしょうか？まあ、数字ほどの感じではないです。どのようなところが良さそうだとか、ちょっと気になるとかありますか？まあ、ちょっと伸びが弱いんかなっていうぐらいで、後の出足関係はそんなに悪くはないと思います。スタートの方ですが、現段階での見え方はいかがでしょうか？まあ、切るにしてはちょっと思ったより早かったんで、はい。まあ、その辺また特訓で修正していきます。ドリーム戦は2号艇です。レースイメージはいかがでしょうか？まあ、しっかり交差できるように、はい、走ります。桐生の水面相性はいかがでしょうか？あまりイメージはないですね。分かりました。では最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。まあ、精一杯頑張ります。3号艇は渡辺雄一郎選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ今回手にしたモーター32号機なんですが、どんな印象でしょうか？そうですね、手応えは悪くないです。どちらかというといいような感じですね。はい。どのあたりが良さそうですか？握り込みからしっかりついてきてくれるので、レースはしやすそうかなと思います。逆に気になるところはどこかありますか？まあ、特にないんですけど、ちょっと今節、ね、冬にしたらちょっと暖かいので、プロペラの調整の方が必要かなと思ってます。スタートに関してですが、現段階での見え方はいかがでしょう？そうですね、ちょっと休みが長かったので、しっかりその辺を、調整していこうかなと思います。ドリーム戦は3号艇です。レースイメージいかがでしょうか？そうですね、枠からしっかり展開を作っていきたいなと思ってます。では最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。はい。桐生水面は相性がいいので、いい結果出して帰りたいと思います。4号艇は前澤武史選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今回手にしました30号機のモーターなんですが、切れ気は浅いんですが、数字そんなにありません。第一印象いかがでしょうか？スタートの起こしと行き足が良かったので、まあ、悪いエンジンじゃないと思います。スタートですが、現段階での見え方はいかがでしょう？まあ、昨日ちょっと届きすぎてたので、まあ、ちょっとはい、今日練習したいと思います。ドリーム戦は4号艇です。レースイメージいかがでしょう？そうですね、まあ、スタートしっかり行って、まあ、どこか行きたいです。綺麗の水面相性はいかがでしょうか？まあ、ちょっと前までは良かったんですけど、まあ、最近はちょっとよく分かんないですね。その良かった時に戻れるように頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。では最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。はい。優勝戦乗れるように頑張ります。5号艇は一瀬明選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、今回手にしましたモーター40号機全件試運転を終えて、手応え印象はいかがでしょうか？いや、昨日は全くいいとこなかったんで、ちょっとペラ叩いたんですけど、今朝特訓行っても、まあ、あんまり良くはないと思います。特にどのあたりが気になりますか？少し伸びられるんで、あと、まあ乗った感じもあんま良くないし、力強さがちょっとない感じですね。はい。では今後の作業としてはどのようなことを考えですか？まあ、最初とりあえずペラ調整して、それでもダメなら本体やってみたいと思います。わかりました。はい。スタートですが、現段階での時計との呼吸はいかがでしょう？やっぱりちょっと行き足ないんで、合わせづらいんで、タイミングだけしっかり合わせていきたいと思います。わかりました。ドリーム戦は5号艇です。進入も含めてレースイメージいかがでしょうか？まあ、5コース普通に行けば5コースだと思います。桐生の水面相性はいかがでしょうか？ああ、大好きです。では最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。はい、桐生大好きなんで、精一杯頑張りたいと思います。6号艇は山崎裕二選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、今回手にしましたモーター55号機ですが、全件試運転を終えてどんな印象でしょうか？はい、特訓から少し下がり気味だったです。他に気になるところはありますか？そうですね、はい、あります。どんなところでしょうか？まあ、いっぱいあります。はい。わかりました。では今後の作業としてはどのようなことをお考えですか？とりあえずプロペラ中心でやっていきます。わかりました。ではスタートの方な
うんですが、見え方は現段階ではいかがでしょう。まだ、はい、全然分かってないです。ドリーム戦は6号艇です。進入含めてレースイメージはいかがでしょうか。はい、バナレッシュだったら6号です。はい、キレの水面相性はどうでしょうか。慣れてくると徐々に良くなるんですけど、はい、あまりメテナ知らないんで、はい、慣れるまで時間かかります。わかりました。では最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。はい、頑張ります。